出したんですよね、金田の時に合わせて4種類。今回は3種類 ABC と、はい、生写真発売するのと、あとこれですね、皆さん結構お待ちかねだったのではないでしょうか。アクリルスタンドの方も出します。ちょっとね、今日ね、実物がね、手元にあるのでね、5種類あります。なんと5種類。これと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 これですね。本当この素材をね、撮ってる時から思ってたんですけど、おそらく史上最もと言っても過言ではないぐらいスタイリッシュかつモードなアクリルスタンドになっているんじゃないかなと思っております。で、まあそのファンクラブオープンしたということで、じゃあそのファンクラブの方のなんか、せっかくだったらグッズもあったらいいよねということで、あれですね、クリアファイルの方をご用意しました。これとこれ、後ろもね、ちゃんと文字が入ってます。こんな感じで、はい、ということでですね、今日はそんなお知らせがございまして、インスタライブをしております。ファンクラブの方はですね、板垣の日記でしたり、あとその現場の写真とか動画とか、あと、まあ、今こうやってインスタグラムの方でライブしていますけれども、まあ、そっちの方でもなんか、ライブ配信なりなんなりできたらなと思っております。またあれですね、こういうグッズでしたり、はい、そういった内容になっております。こっちのファンクラブの方の名前がですね、スモモアンというんですけれども、まあ、別邸ということで、まあ、今いろいろそのツイッターとかインスタグラムとか、まあ、SNS があるわけですけど、まあなんかよりそのなんかこうソーシャルな場ではなく、なんかこう密なね、空間を設けられたらいいなということで、別邸ということで、はい、別邸ということにいたしました。なんか靴1個出してみようかな。どれがいいかな。
台座の方、まあ、台座というか、枠の方がこんな感じになってまして、名前があります。で、グスタですが、こんな感じですね。あの台座も、こんな感じになっておりまして、で、まあね、こういう感じの、こんなスタイリッシュな感じ、ピンがあんまりあって、こういうスタイリッシュな感じのものになっております。ジョジョ立ちみたいな感じのスタンドです。まあ、もちろんあれですね、飾っていただいてもよしですし、あの、まあ、例のごとく持ち歩いていただいても結構ですし、グスタは結構あの前々からお声をいただいておりまして、まあ今回やっとという感じで5種類出すことができました。まあ、その際はぜひあれですね、写真なんか撮ってインスタグラムなりツイッターなり載せていただければ嬉しいです。さっきのジュルダチみたいなやつと、これ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 ですね。まあ、あの、これはあれですね、あの、オフィシャルサイトと、あのオフィシャルサイトに使ってある写真と同じビジュアルになってます。まあ、あの後ほどあのサイトの方はインスタなりツイッターで案内すると思いますので、そちらの方を見ていただければと思います。そう、あの立ってるやつと座ってるやつがあるので、まあいろいろなシチュエーションで台座の色も違うので、はい、それに合わせた感じのやつになってますので、あのファンクラブの方の詳細だったり入会の方法だったりっていうのもまた後ほどちゃんと、あの分かりやすいあの文章の方で載せると思います。あと、まあの公式のサイトの方 の、 あのファンクラブのなんかあれとか、あとはまあツイッターの方に載せてあるんですけど、あの直筆 のコメントと載せてあるので、そちらもぜひ見てください。
そうですね、今ツイッター見てもらうのがいつ、まあ、インスタライブしてるから携帯1個しかない人は見れないけど、まあまあ、 ツイッターの方にいろいろ載ってると思うので、終わったら見てもらえればと思います。その前の方の大事とロゴとあれこれですね、あのアクスタの台座にもなってるこちらと、あとトップページのイラストと、あと部屋の見取り図みたいなところのデザインも担当しておりますので、まあということで、今日のメインといいますか主題は公式サイトとファンクラブとそしてグッズ発売しますよっていうのを、まあ、皆さんに板垣の方からお伝えできればなと思っておりましたので、まあ、とりあえず目的は果たしました。で、明日ですね、カラフラブルが最終回ということで、明日朝ですね、まあ、カラフラブルは、まあ、夜でございますが、カラフラブルちなみに時間変わってるので気をつけてくださいね。24時9分からになってるので、はい、ちょっと10分ぐらい遅くなってるので、ちょっと10分夜更かししてください。まあ、それに合わせて朝スッキリとバケットの方にも生出演しますので、ぜひ見てください。で、そのカラフラブルの前に秘密のケンミン賞にも出ますので、まあ、今黒髪になってますけど、その時はまだ金髪のめぐるくんのビジュアルのままだったので、金髪が恋しい方はそこで呼吸してください。そのカラフラブル Hulu の方でも 8.5 話と 9.5 話とそして 10.5 話こうショートストーリーみたいなものが配信されているので、そちらもぜひご覧ください。カラフラブルの方終わっても6月の13日から晴天をつけ徳川秋岳で寝ておりますので、まだまだ供給は大丈夫だと思います。そうですね、ちょっとさっきの話に戻りますけど、そのままの方はもろもろマウサーと彼がはいやったりしておりますので、そうです、カラフラブル終わって次の週か、晴天をつけば、カラフラブルね、最終回ね、ちょっと自分でも見るのすごい楽しみにしてます。すごく、やっぱりやりきった感があったので
最終回は。あの最終回のユニコーンボーイズのところではネイルに、ネイルよく見といてください。僕がそのユニコーンボーイズのシーンの撮影の前の日の夜中にせっせと塗ってたので、あのちゃんと意味があるネイルをしたので、そのなんだろう、ファッション的なことだけではなくてちゃんと意味があるネイルになってますので、はい、ネイル、あ、そうですね、ネイルは基本的に自分でやってますね。カラフラブル、だからそれで結構あの利き手の方で、ね、塗るのに上手くなったかもしれないです。そのやっぱ修正できないから映像だと、なんかすごいね、めっちゃ近くでね、爪の近くで塗ってました。ここちゃんとさよねくんとどういう選択をするのか、あ、そうだ、10分もありがとうございました。1ヶ月かな、金曜日に。早起きお付き合いいただきまして、でも前回のあのキラーと朝日さんのね、あれはね、良かったですよね。そのジップは毎週金曜日の朝すごく目が覚めるような感じのファッションで毎回やらせてもらって、本当に自由にやらせてもらいました。最終日の前にあの「アンタムウェブ」さんであのインタビューをインタビューしていただいたんですけど、まあ、そこでも言ってたんですけど、まあ、その衣装のほらあれってあのまず最初三浦さんがいて、でこうパッとあのみんな立ってるところ引きでこうバンって映るんですけど。なんかその時にね、すごくこうなんか領地感があるとあるよねっていう感じで、すごく楽しくやらせてもらいました。そう、ラーメンも食べれたし、三浦さんと、でソンワンの方はもうですね、日記の方とあと動画とかもうすでに
あげているので、入っていただいたら一応何かしらは見れるようになっております。あのジップの時の動画かな、それが上がってると思います。収録向かう時ですかね、多分。そうで、まあ日記の方なんですけど、まあ趣味に一応まあその写真というものもありつつも、まだインスタとかではそこまでそのちゃんと撮ったやつっていうのを載せたことがなかったんですけど、あのそっちの方だとご覧いただけると思うので、まあ、その毎回毎回なんかちゃんとした感じの載せられる載せられないとは思うんですけど、まあ、1回目のでは何枚か写真見ていただけるんじゃないかなと思います。あの自撮りもございますし、まあ、なんかそうですね、結局ツイッターもなんか文字制限あるし、インスタだと写真載せなかったり、写真載せないといけなかったりするわけじゃないですか。まあ、割とその文章を書くのが好きだったりするので、なんかやっぱ一つそういう場も欲しかったなと思ってたので、ちょうどファンクラブの方にそういったものを組み込ませてもらいました。あ、うん、早速入会してくださって、まあ、それこそ今後ともね、写真動画日記、そしてまあ配信の方だったりとかいろいろやっていこうと思っておりますので、お付き合いください。会員証、デジタル会員証なんですけど、そっちの方もまあ、なんか普通の感じだとあんまり面白くないなと思ったので、まあ、一応お家ということでカードキーということで、はい、まあ、入会していただいた方は分かるかなと思うんですけど、そういう感じになってます。あといろいろそのコンテンツがあるじゃないですか。なんかそこの名前もあんまりシンプルな感じだと面白くないなと思ったので、まあ、せっかくね入っていただくわけですから、そのシンプルな感じだとあれだなと思ったので、いろいろ趣向を凝らしたややこしい名前になってますので一目だと何が何だかよく分かんない感じになってるので、まあ、一応ねフォトとかいろいろな回答ありますけど、まあまあいい言い方をすると趣向を凝らした名前になってるので、そちらもね
かありますか？グッズはやっぱね、アクスターが、まあ、全部推しではありますが、アクスターはやっぱり、うん、やっぱアクスターってね、オタクの必須アイテムみたいなところあるじゃないですか。だから私が推しのアクスターはこんなにもスタイリッシュなんだと、お仲間にぜひ自慢してください。自慢できるようなあのものを作ったつもりではいるので、ぜひ自慢してください。サイズ感はね、絶対わかんないけど、あ、ちょうどね、あのこれ買ってもらった方わかる、マスクがいいでしょ、大体マスクぐらい、これ S サイズですけど、ちょうどねこんぐらいマスクと、あのこれ今日あのつけてきたやつなんですけど、自前のやつなんですが、まあまあ大体こんな感じですよ、それぐらい。まあ、普通のね、アクスターのサイズかな、いわゆるっていうサイズ感になってると思います。はいはい、その台座の色が違うから、その台座の色、まあ、一応そのなんかあれに合わせた、あのアクスター本体に合わせた色にはしているんですが、まああの何種類か買っていただいて、まあ、自分のお好きなような色と本体の組み合わせを作っていただいてもいいですし、はい、そういうね遊び方をしてもいいと思います。色が違うんで。はい、ということで今日はこれぐらいにしてみましょうかね。開設記念というかお知らせのインスタライブでした。反対側が来る。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。